はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、スノーランナーですけど、前回言ってた通りね、今回はこの水上ドリル、こちらをやりたいと思います。オイルリグ引き上げセミトレーラーを港に届けるっていうお仕事ですね。で、今回使うのはね、この P16 ですね。まあ十分ね、あの走破性があることがね、前回のねお遊びで確認できたので、まあこちらを使ってやりたいと思います。しかしね、この角度で見ると気持ち悪いよね。キャビンが若干左にオフセットされてるから、中心線にないじゃないですか。なんか違和感あるよね。まあいいや、とりあえずね、じゃあやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、まあ、前回終わったねこのポイントからいきたいと思います。はい、まあ問題なくね、この先も走っていけるでしょう。で、カントがついてるとも、あの CT680 あれではいけたじゃないですか。まあだけどこれでいけるとは限らないので、安牌にね、普通にあっちの、なんていうの、迂回路の方から行きたいと思います。嫌ですからね、また横転してさ、そう、回収してまた1からねスタートするっていうのが、せっかくね前回ねここまで来たんですから、ここから行こうじゃないのかって話ですよ。はい、で多分ですけど、このミッションが終わったらね、次の地区にね行きたいと思います。こちらのね港エリアの方は、まあ主だった仕事がね多分これで終わるので、まあ細かなねサブタスクみたいのはねまだ結構ありますけど、まあとりあえずそれよりもねメインでどんどん進めていこうじゃないのかってやつですよ。アップグレードも欲しいしね。はい、やっぱガンガン行きますね。あのロイヤルに比べてね、全然走破性高いですよね。何なんでしょうね、本当この突進力っつうか全然違うね本当に。 AWD を手に入れたらこのトラックだいぶ強くなんじゃね、本当。だからね、この P16 の兄弟分っぽいようなね P12 ってやつを手に入れたらだいぶ楽になるかもね、本当。あちらはねこれと違って普通にね単車として使えるみたいなんでね、多分ですけど。はい、ほらこのロイヤルだと厳しかったね、雪のエリアもガンガン行きますよね。後ろしか回ってないんですけどね、そんなの関係なしにどんどん行きますよ。まあ問題はね、引っ張ってどうだかですよね。引っ張ってとりあえずサービスパークにね到着ですね。まあ今回の仕事はね多分あっさりと終わりますからね。港だからそんな距離走るところでもないし。はい、じゃあね、このオイルリグ引き上げセミトレーラーくっつけていきましょうね。はい、接続完了。やっぱでかいね。このアングルだとね全然トラック見えなくなりますもんね。ただほら、ブラックリバーの頃引っ張ってたさ、あのでかいやつ、あれに比べたらマシですよね。あの横にオーバーハングしたりとかしてないで、あくまでもねこの枠内に収まってますから、この荷物は。さあ、こっからですよね問題は。やっぱ意外と厳しいね。すんなり行くとは思ってなかったけど、まあ燃料ですよね問題は。思ったよりも燃費はいいですけど、それでもやっぱ減ることには変わりないだろうから。で、問題はねこの先ですよね。迂回路を素直に通っていきましょうか。試しに頑張ってみる、1回ぐらい頑張ってみるか。ダメだったらね諦めましょう。またリスタートすればいいんですよ。意外と、とりあえず例の石で引っかかったけど、
なんとか最初の関門は突破ですね。あ、やっぱダメでしたね。あの岩ですよ。多分あの岩で引っ張られて横転したんですよね、荷台が。ああ、はい、再びねここまで戻ってきました。はい、もうねああいうやっぱ冒険しないでね、ま、なんつうの、普通に行きましょう。普通にこの無駄な時間かかるだけですからね、本当。まあ迂回路でもねちょっと長いんでね、そこが心配なんですよね。狭い箇所が何箇所かあるじゃないですか。だからできればまっすぐ行きたかったんだけどな。だけどあの石が排除できればね多分行けるんですよね。はい、まあとりあえずねこっち行きましょう、おとなしく。ほらだいぶ内側入っちゃうでしょ、普通に行こうと思っても。それが心配なんですよね、こっち狭いから。だからできればねこっち視点でやった方がいいかもね。このあくまでも後ろのタイヤが通る位置が重要ですから。ちょっと内側入れすぎたかな。ああやっぱ外側行きすぎたね今度は。頑張っていきましょう。迂回路がやっぱ過酷だからね、本当に。迂回路も迂回路で。とりあえずね内側のあの木に当たらないようなライン取りで行かないといけないだろうから、こういうねちっちゃい木はね気にしなくていいんですよ、ぶっちゃけ。なぎ倒すだろうから。はい、右寄り右寄りで内側に引っ掛けないように行かないとね。でこのね迂回路を出るとこの最後のね右カーブが結構厳しいんじゃねえのと思ってるんですよね。ぶっちゃけここら辺はねこう S 字になってても荷台はねほぼほぼまっすぐ走るだろうから関係ないとして。だいぶ角度がついてるけどカプラーよく耐えられますよね、ほんと。ここですよ多分厳しいの。できる限りねタイヤを外側に化したいからギリギリまでこっち行って、ここから奥気味にね曲がってきましょうね。でもあんまり行き過ぎると脱輪するから横転の確率も出てきますからね。まあいざとなったらね強引にウインチでね引っ張るっていう手もあるんですよね、外側に。ほら絶対当たるよね、こういう時は。こうウインチで強引に外側に引っ張る。で一回引っ張ったらもう一回やんないとピンと張っちゃいますからね。はい、これで大丈夫かな。 OK ですね、通過しました。多分一番の山場だったと思うんですよね、あそこが。荷台が長いからな、だいぶ内側入っちゃうよな、やっぱり。外側外側行ってね、できる限りタイヤ後ろのね荷台の位置をちゃんとした位置に持ってかないと危ないですから。 OK ですね、もう多分大丈夫。ぶっちゃけねもう本当に表の道に出るまでが勝負ですからね表の道に出ちゃったらねもう多分あっという間に終わるんでね。はい、順調ですね。だいぶなんか傾き方は怖いけど、
いやでもこの T16 ナイト多分相当きつかったでしょうね。普通のトラックでサドルだけつけてさ行ってもさ、これ引っ張るの多分相当大変だったよ。この T16 の走破性あってこそのって感じだと思う。はい、こっち側ね、迂回路の方行きましょうね。でも油断してると木に当たるからな、できる限り当たらないライン取りを見つけないとね。はい、これでね少し外側に引っ張ればかわせるかな。なんかに、ああもうもろに引っかかってんな。こっち方面にまっすぐ抜けてきますか。でもそこの内側の木が絶対当たるんだよな。こっち側に抜けてくか。もうそれしかないもんな。で大きく回っていきましょう。いやもうガードレールあんのか。ほらこれでなんとかね道筋は見えましたね。そう、一回で曲がってこうとしなきゃいいんですよね、要は。はい、ハイライト終了。あとはね、おとなしく港に走っていくだけですね。いや、それにしてもこれ、なんで、まあ大丈夫か。ガードレール越えられるでしょ、多分。おっかない、おっかない。だいぶ無理やりだけどね。リアルでああいうことやってたら怒られるよ、ほんと。実際問題ね、こんな長いトレーラーとか引っ張りたくないよ、絶対に。そう、短きゃ短いで難しいけど、長いと絶対嫌だ。余計見えなくなるから。まあそのためにさ、先導車とか、まあ後ろからのね追随車がいるんだろうけどさ、嫌だもんね。あの新幹線とか運んでんの見ると嫌になるもん、運転するってこと考えると。自分であれ乗るっていうことをね想像つかないですもんね、正直。外側から行きましょう。まあ実際右側通行だろうしね。はい、ここ左折ですね。はい、到着。あ、これも多分ある程度走ったらいけるってやつですよね。はい、ブラックバードは 100% 満足してるよっていうことで、とりあえずジャンクをすべて廃棄、まあこの水上ドリルってやつをね完了しました。はい、ってことでね、今回はね以上になります。で次回はこちらのね山を流れる川、これをやりたいと思いますね。はい、で次回はねこの山を流れる川、こちらにね移動したいと思います。はい、こちらはねとりあえず以前にねスカウトで走り回ってほんのちょっとだけねサブタスクをやってるぐらいだと思います。はい、ってことでね今回はね以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。